ポール・ジャック・エメ・ボードリーは、フランスの画家。フランス大に帝世紀を代表するアカデミック絵画の画家の一人。フランス国立高等美術学校で絵を学び、1850年、アラス川の川岸で発見されたゼノビアで、ウィリアム・アドルフ・ブグロウと共に、ローマ賞を受賞。イタリアでは、コレッジョの絵に強く関心を持つ。主に壁画を描くが、肖像画や歴史画も描いた。 ナポレオン三世からカルニエグーの装飾を依頼され、10年間、それに従事した。1854年には、ホテル・フールド、1863年には、ホテル・マティニョン、さらにホテル・デラ・パバ、シャンティ城の装飾を手掛けた。1870年には、芸術アカデミーの会員となった。オリエントに旅行し、パンテオンの装飾計画に参加するつもりだったが、死去。遺体は、 ペール・ラシェーズ墓地に埋葬された。ペール・ラシェーズ墓地のボードリーの墓エル、エポック、バーボン・イエヌ・ベンデ・ハット、ウジャード・ヌイ・ホテルまたニョン。ありがとうございます。